ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2018ステージ6愛知。ブルーシーズンのポイント争いが激しさを増す注目の戦いがポートメッセ名古屋にて開催されました。ゲームオン。ここまで全ステージ優勝の鈴木みくるプロ、ここまで来たらもう贅沢を言うようですけれども、16連勝ということで、あと2試合勝てば1年間通して無敗ということになるので、まずはそこを狙っていきたいかなと思います。その牙城を崩すべくさらなるヒートアップを見せたジャパンレディース。決勝戦に駒を進めたのはディビジョン2から勝ち上がり今シーズン初の決勝となる佐々木さやかプロ。対するは今ステージも強さを見せ6連勝がかかる鈴木みくるプロ。ナイスハット。ダブルパーフェクトのペースで進んでおります。さあ1本で決めてきました。パーフェクトゲーム。さあ鈴木みくるプロはブルーアート残り2マークです。ウィナー鈴木みくる。自分の今できることを全部出し切れたらいいかなって思いながら投げました。次が本当に自分の中で記録的な、今17連勝なんですけども、次を勝てば18連勝ということで、1年間無敗という記録を作れる1試合になるので、本当に自分の中で大きな試合なんですけれども、まあ、平常心で挑みたいなと思いますので応援よろしくお願いします。ステージ6愛知の上位8名、ジャパンレディース8の称号を手にした選手たち、そしてブルーシーズンポイントランキングはご覧の結果です。一方、前回ステージにてジャパン初優勝を果たした新生古舘翔プロなど、新たなるストリームが巻き起こる予感となったジャパン。ポイントランキングにも注目が集まる中、ファイナリストとなったのは、今シーズン全てのステージでジャパン16に残り、ポイントランキングも6位につける風間雄太プロ。対するはステージ1、ステージ3で優勝、ポイントランキング1位の大城正樹プロ。インブル来るか。さあこれで2対1ということになりました。さあきっちり決めました。最終レグまで行きました。2対2ということになります。さあゲームチョイスは大城正樹プロ。さあどちらを選ぶ。701を選択しました。風間雄太プロ先行で701。最終レグスタートです。さあ140対130、どちらが先に上がるでしょうか。ウィナー風間雄太。ドアウェイの中戦わせてもらって、その中でもいいプレーをした時に声をいただけたことに、こうダーツが好きなファンの方々の心の温かさをとても感じました。前回の優勝から1年以上間が空いてしまったので、もうここからはどんどん勝っていきたいと思います。ステージ6愛知の上位16名、ジャパン16の称号を手にした選手たち、そしてブルーシーズンポイントランキングはご覧の結果です。次回はステージ7福岡。ブルーシーズンも残すところあと3戦、プロたちの熱い戦いにご注目ください。